ということで、今週選手ゲストにお迎えしておりますが、背番号9番遠藤祐介選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、雨の中、はい、いやギリギリつきましたねちょうどこの時間、混む時間帯ですけれども、いや本当にびっくりしました、はい、どの道使ったって混んでるんだからもうでもね、今運転中の皆さんはもうせっかくですから、はい、どこかねゆっくり止まっていただいてもこの遠藤選手のトークを聞いていただきたいなと思っております。はい、いや2022-23 シーズンもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、そしてもうでも2023-24 シーズンに向かって、まあ、次々と契約も発表になってますし、はい、遠藤選手はもうワークアウトも始めて、でも早かったですもんね、今シーズン。あまり休まなかったですよね。休まなかったですね、あんまり。あ、まあ、暇っていうのもありますけど、あのファン感謝デーとかイベントの時にはもうワークアウトしていたんですか。ワークアウトっていうか、はい、ウェイトトレーニング、うんうん、体作りみたいな、はい、してましたけど、今はそこからもうあのボールを使っての練習。いや、まだバスケ的なもんはしてないですね。そうですか。僕はあの他の選手はしてる人いますけど、まあ、だけど僕はそのウェイトトレーニングプラス走ったりとか、はい、あ、基礎体力を、そうですね、まあ、去年できなかったことをやってるって感じですね。うんうんうん、あ、じゃあ休みましたというか、あの少しオフシーズンにしかできないことっていうのは何かできますか。いや、まあね、子供が小学校は はい、あるっていうのもあるんで、そんなしてないですね、まだ。あ、これからしたいなって感じだけど、はい、できるかお子さんはね、お子さんでどんどん成長してまして。そうなんですよ。はい、あの今日ちょっと、はい、なんかいつもと違う様子そうなんですけどね、心配なのか、それとも大人になったお子さんの成長をこう今かみしめているのか。はい、そうですね。何があったんですか。まあ、なんていうんですか、はい、民間学校が今あってて長男がね、5年生なんですけど。いや、そうですか。でもね、雨だから、今日も明日も雨だから、その、いろいろ準備したでしょうに、はい、ここまで、ええ、だけどもね、全部晴れありきの、ね、準備だから雨なんて超テンション下がってるんでしょうね。あ、はい、もうなんかそういう心の内まで今想像しながら、はい、いや雨なんて最悪でしょこんなんだって山登ったりするぐらいですもんね。だって林間学校なんて。何してましたっけ、ちょっと昔すぎて忘れちゃった確かにね。だからキャンプファイヤーとかは、そうだそうだ、山登りとか、そう、星を見たりとか、そうそう、なんかね、みんなでカレー作ったりしましたよね。しましたね。全部外じゃないですか。はい。どうして少しでもね、うん、なんかできるといいですよね。なんかね、してね、できればいいんだけど。はい。かわいそうっすよね。どんなお土産話が聞けるのか。そうですね、うん。まあ、怖がって寝れないとかなければいいですけどね。でもあの親の気持ちはそうなんですけど、意外に子供たちはたくましくて、まあ、普通なんでしょうね。楽しくてしょうがないんだろうなと思うけど、ね、楽しく過ごして元気に帰ってくるだろうなって、はい、はい、でもまあ子供たちにとってみるとね、あの逆にあのシーズン中はお父さんがね、はい、のことを思ってるかもしれないです。同じように今遠征でないのは、お父さんは明日の試合に向けて思ってるわけないじゃん思ってるわけないじゃん、毎週のようにいないのにまたあいついねえのかよって感じで多分そうですかね、うん、ということで、まあじゃあ、今まだちょっとねのオフシーズンなので、これからでもまだ期間が、全体練習までは少し時間がありますか。結構あるじゃないですか ね、 多分ね、はい、そこまでに思い出ができるといいなとも思ってるんですそうですねでもあのそう、あの、ね、選手たちの中ではもうワークアウトが始まったりしていますよね、はいはいはい、まあ、その様子はチームの SNS でも紹介されていますけれども、あの遠藤選手は、まあ、今後自分のこう準備としてはどういうふうに進めていこうかなという、はい、進めていこうかな、うん、まあとりあえず基礎体力というか、はい、体作り、はい、そのまあ昨シーズンやっぱりね、あの比江島がいないとかで体力的にきつくて、うん、はい、まあ本当に何て言うんですかね、自分的にも次の試合はあみたいな感じもあったんで、うん、そのねシーズン中にならないように、はい、まあ、体力をもっとつけなきゃいけないなっていうのもあるし、体作りもしなきゃいけないし、
っていうのはあるし、でもまあね、やっぱ10月から、うん、あの長ければ6月までバスケはね、うん、はい、するんで、はい、今はとりあえずバスケっていうよりは体のを中心に、まあ、嫌でもね、はい、嫌でもというか何ヶ月もね、そう今から始めちゃうとね、うん、じゃあ1年間ね、やり続ける、その強度でやり続けるっていうのはやっぱきついんで、はい、まあ、今はとりあえず、まあ、方向性を変えてやってるって感じですね。うん、なるほどね。こういう時にこう違うスポーツを試してみたいという気持ちにはなったりするんですか？あ、なんか僕的にはね、まあ、みんなやってるしゴルフやってみたいなとかあるけど、はい、きっかけがないし、はあ、ゴルフ部からのお誘いはないですか？竹内選手は。ないですね。嫌われてんじゃないかな。やらそうと思われてるのかもしれない。いやー、でもなんか誘ってもらえれば本当に暇なんで、はい、まあ誘ってもらえれば、はい、でもまあいきなりコースに出たりなんてね、超足手まといだから、とりあえず練習しなきゃなっていうのもありますけど、うん、これちょっとラジオを通していやでもあれ伝えておきましょうか。ボクシングもやりたいけど。それはちょっと意外です。いやでもなんか良さそうじゃないですか、なんかね、通ずるものがありそうな気がする。なんかステップとか、はい、なんかよくわかんないけど、知らんけど、ね、もうちょっと今思っただけだけど、やらないけどね、絶対、やらないそれがちょっと、なんか今年の動きが違うぞっていうね。そうですね、なんかね、いや、妙にボールをかけるみたいな形になっちゃうかもしれないですけどね。なるほど。まあ、じゃあその部分を強化させて来シーズンに臨みたいということですよね。まあ、そしてですね、あのチームとしては新たなメンバーとして14番の村木選手、そして発表になっている部分では背番号4番しけ選手の発表がありました。はい、で今日なんですけれども、スコット選手、ヤン選手 の移籍発表と、はい、ヤン選手今日誕生日。そうですね、はい、すごいタイミングで休んだなと思ったけど。まあね、まあ、今移籍先もそうですけど、あのブレックスの、ね、ファンの皆様改めて、はい、あのお祝いをしつつ、まあ、同じバスケ界でね、頑張ってもらえるようにエールを送りたいですよね。そうですね、うん、まあ、ね、ヤー選手なんかはやっぱり、まあ、あんなにね、うん、すごい選手が試合に出たり出なかったりっていうのは本当にやっぱ悔しいシーズンだったと思うんで、うん、まあね、チームも決まって、はい、まあ、対戦もできるっていうことで、はい、本当にそれも楽しみにして、うん、まあ、お互い、はい、あの成長した姿で対戦できればいいなと思いますけど。そうですね、はい、いや、ヤン選手本当に可愛がられた選手だったんですけれども、まあ、そこに代わって村木選手が、はい、もしかするとどうでしょうね、ムードメーカーに。いやー、まあ、先輩たちの指示の遂行力の高さに期待度が高まってるんですけど、うん、まあ、本当に、まあ、自分から仕掛けてくることはないですけど、まあ、何でも柔軟に、ね、はい、あの吸収してくれるんで、まあ、でも本当に岸もね、昨シーズン本当に悔しい思いをした時もあったな、はい、その EASL の時はやっぱ出れるチャンスがあったのに、はい、まあ、その直前で怪我しちゃって出れないとかっていうのはあったんで、はい、まあね、本当に1年間、年齢的にもやっぱり試合出ててもおかしくない年齢なのに、やっぱりこのチームに来てしっかり1シーズン成長したと思うんで、まあ、そういうのもね、他の選手は見てるんで、はい、本当に期待してますね。そうですよね。そして志木選手は初めてこれから合流したら会う、はい、ということになりますよね。はい、まあ、その新たな選手を迎えて、まあ、でもあの、まあ、若手選手もしっかりですけれども、遠藤選手の優しさに結構ね、あの救われているという選手も多いみたいなので、俺のそうだね、頼りにされると思いますから。いやいやいや、俺の優しさ、はい、感じてる人いますかね。いや、感じてる選手多く、あの VR といって、あのチームの方で、うん、架空空間でみんなでトークショーをやったりとか、うん、楽しい。これぜひなんか、あのもしよかったら、まだ参加されてない方にも参加していただき、そちらの方でもね、遠藤選手のトークショーがあったりしますので、ね、いや、どういうことですか。VR ブレックスワールドという、ああ、はい、うん、世界で、つい最近があの比江島選手だったので、はい、あの比江島選手もそう、遠藤選手とても優しい選手だっていう話を、マジですか、はい、し
してる。確かに優しくしてるかも。本当にはやっぱ有名人には優しくしないと。したのかな。聞いてないことを願いますけれどもね。というところで、まあ、あの新たなチームでの新シーズン楽しみにしたいと思います。でもその前に今年はですね、8月にワールドカップありますよね。はい、まあ、比江島選手も代表候補に選ばれましたけれども、ワールドカップへの期待度っていうのはバスケ選手としていかがでしょうか。そうですね、まあ、日本でねワールドカップ見れる機会なんて、てか世界の選手を見れる機会なんてないんで、はい、めっちゃ見たいですね。まあ、日本代表にも期待してる部分もあるし、はい、やっぱあのプレーオフとかも見てて、八村選手すごかったし、はい、そういう選手が日本代表としてやってくれるのも期待してるし、うん、やっぱりね他の選手がね、はい、有名人たちが来てるのなんてすごいミラーな感じが沖縄アリーナでやってそこで俺らができるかもしれないわけじゃないですか、同じ舞台で、はいはい、な気持ちだろうなって思いますけどね。まあ、だからあのできるだけ多くの方に注目していきたい。今までこうまだバスケに触れてない方もこれでね知ってくださるきっかけになるかもしれないです、はい、そうすると2023-24シーズンまた盛り上がりそうですし、はい、その2023-24シーズン、まあでも本当昨シーズンもあのブレックスのファンの皆さんのこうやっぱ応援ヒートアップしてるなっていう感じはしますよね。そうですね、ね、やっぱ声出し OK になって、うん、まあやっぱり久しぶりにあの暑さっていうのも感じてね、よりまあ本当に期待応えられませんでしたけど、はい、まあ、だけどまああの感覚っていうのはまた味わえたのは良かったシーズンだったなと思います。はい、ということでまた次のシーズンさらにきっと熱い応援を届けてくれると思います。あの改めてファンの皆さんにメッセージをいただいてよろしいでしょうか。はい、はい、まだメンバーはしっかり決まってないですけど、はい、まあ来シーズンに向けてあの昨シーズンの悔しい思いを持った選手が多く残ってるんで、まあ、その、まあ、皆さんの期待にも応えられるようにしっかり開幕からいいスタートが切れるような準備をこれからもしたいと思うので、梅雨ですけど皆さん元気で応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。早くね遠藤選手とファンの皆さんこうねあの会えるタイムが来ると嬉しいなと思ってるんですが、もうちょっとね待ちましょう。さあ、今の新規加入選手のね情報などもあのブレックスのホームページに出ていますが、ファンクラブ情報が出ました、うん、はい。ぜひこちらの方もファンクラブ情報、はい、はい、あのファンクラブのねあのいろんな種別があるんですけど、はい、によってはあのその種別だけのオリジナルのトークショーがあったりとか特典もいろいろありますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。さあということで今日渋滞の中お越しいただきまして、はい、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。よかったら目の前のお菓子いろいろあのここに持って帰っていただいて、はい、はい、ということでまたスタジオでお待ちしております。栃木放送も宇都宮ブレックスを応援しています。ベストブレックスでした。